写真拡大。中日3から1巨人、18日、名古屋ドーム。巨人が逆転負け。優勝マジック4を減らすことができず、足踏みとなった。落とし穴にはまった。ドラフト1位高橋が6回まで無安打無得点の快投。テンポよくアウトを重ねていたが、1点リードの7回に先頭福田にサゼンダを打たれて快挙を逃すと雲行きは一変。続くビシエドにもウゼンダを許し、犠打で1、2、3塁とされたところで交代となった。原監督は継投で中日の反撃をかわそうとしたが、大竹が内野ゴロの間に同点とされると、田口は大島に決勝ツーランを被弾した。打線もちぐはぐな攻めが目立った。4回2失1、3塁で一走重信が牽制し、トータル9安打を放ちながらつながりを欠き、奪った得点は1。坂本勇が下半身の張りの影響で今季初めてベンチスタートとなった影響も響いた。この日、2位 DeNA は広島戦が雨天中止。巨人とのゲーム差は4となった。